はい、皆さんこんにちは、金太郎です。今日ね、3日目にしてやっとね、イカナゴ漁、僕たち三幸丸にもね、春が来ました。明日もね、たくさん取れることを、願って、今日はね、ゆっくり休みたいと思います。今回の動画もね、最後まで見ていただけると嬉しいです。あとね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。どないで、どない、中古ぐらいおれんか、ほらケツダル浮いとるからな、言うとったで。ケツダルが浮いとるから、お前ケツダル見よったんだで。まあまあまあ、ぼちぼち薄いよったところは薄いよったけどな。ちょくちょくやな。何に身を変わっとったらな、ケツダルあたり。確かに。
日2回目や昨日三条田2回目やこっからちょっとな削れたらな。
った状態やの。そう思った状態やの。そう思った状態やの。そう思った状態やの。星が飛んだ。飛んだやろ。ちょっとでも入っとってくれよ。
はい、お疲れ様です。イカナゴ漁4日目が終わりました。今日ねこんな感じでちょっとねイカナゴあげてるんですけれども、こちらのね生のイカナゴを今からね釘にして YouTuber のね瀬戸内海の漁師マサトさんにね送りたいと思います。今日の予定としてはねこの後釘にを炊いて瀬戸内海の漁師マサトさんに送ってね、その後ちょっと国海丸のね作業をしたいと思います。ちょっとね結構ハードスケジュールなんですけれども頑張っていきます。よいしょ、結構重い、これ4キロが重いぞ。こんな頼みます。はい、これぐらいだったらどれぐらいある、大体何キロぐらい。そしたらね今から作業していきます。まずねこちらの、イカナゴと今ね氷入ってるんですけれども、こちらをね、氷ちょっと取り除いていきます。こんな感じで水につけるとね、氷とイカナゴが綺麗にね、分かれて氷がね上に浮くんで取りやすくなります。こんな感じでね氷だけが上に浮きます。よいしょ、よし。それとねちょっとゴミが浮いてるのでそのゴミをね取っていきます。よいしょ、こんな感じでねワカメとかが浮いてるのでそれも綺麗にね取り除いていきます。そしたらね前回の動画と一緒で醤油と砂糖をね、あとみりんとザラメをね入れていきます。でこれでね沸騰させます。そしたらね、しっかりと水を切って、水気がねあったらちょっとねしっかりと炊けないので水しっかり切って釜の中に入れていきます。気は気のよりマシや。そうか、まあ、マシやったらな、いっぱい取れたらな平気なんだろうか。あるある、ええー、な、ええー、孫持ったな。ほんまやな、お前もええ孫やな。お前もええ孫じいちゃんとばあちゃん嬉しいの嬉しいのか、うん、嬉しいのな、死んだら孫にな、あの焼き場に連れて行ってもらうなんせやかいな。孫だいにとらにあかん。お前な、うんうん、そろそろ沸騰した。お、沸騰した。じゃあね沸騰したんでここにイカナゴをね生のやつ入れていきたいと思います。こんな感じでねパラパラとちょっとずつねドバッと全部入れるんじゃなくてちょっとずつ入れていきます。まあ、今回ね大体まあ2キロぐらいのイカナゴなんで、ちょっとね1回1回1キロずつに分けてね、今ね、一旦蓋をねしていきます。よいしょ、残りの1キロはね、また沸騰した時に入れます。2回目沸騰したんで、また入れていきます。よし、2回目でね全部入れるつもりだったんですけれどもちょっとね量が多かったので3回に分けて入れていきます。お、3回目も沸騰しました。なねラストを入れていきます。美味しそうな匂いがするな。あとはね20分間ぐらい待つのみです。そしたらね約10分経ったんでちょっと確認していきたいと思います。どう？まだ薄い。ちょっと薄いな。おお、綺麗な。さっきより結構ね濃いめに色がついてます。めっちゃいい匂いするなやっぱり。そしたらこんな感じでね、銀色のバットに入れていきます。そしたら完成しました。揚げたてでね熱いのでこれをまあだいたい 3,4 時間ぐらいね冷ましていきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。次回はね、取れたイカナゴを釜揚げにしていきたいと思うのでその動画もねよかったら見てください。ということでここら辺で終わらせていただきたいと思います。バイバーイ。さよなら。